こんにちは、どうも、ボッカン監督と申します。ウィニングイレブン2019マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。今回はスカウト動画、スカウト2つで確定する黒玉選手をご紹介していきたいと思います。黒玉選手といえばね、まあ、星5のねスカウトの組み合わせで確定させていかなきゃいけないんですけれどもね、その際にはね必ずと言っていいほど、オークションが必要になります。でオークションを、3つオークションの、スカウトを3つ競り落とそうとしてもやっぱ3種類なんで結構ね、落とせたり落とせなかったりとかで、難しかったりもするんですよね。なのでスカウト2つで確定できたら、その分オークションの手間がね1つ省けるですし、省けますしね、2つだと比較的安く済むことがね多いんで、ということで、一人一人ねご紹介していきたいと思いますが、今回はね確定する黒玉選手の総合値90以上の選手をね、順番にご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、まず最初ですね、今シーズンですねレアルマドリードからユベントスに移籍してきた、リーガスパニョーラからセリエ A に活躍の場を移したクリスティアーノ・ロナウドのスカウトの組み合わせ、をご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、在籍クラブユベントス、能力ジャンプ、これで確定します。またやってなんだもしくは、ここですね、スキル、新スキル、エッジターン、どこだ、エッジターンでも確定します。これです、ありましたね、もう結構スキル増えたからな。はい、確定、もしくは能力キック力、これでも確定、もしくは、スキル、どこ行った、あった、能力パス、はい、もしくは何個あんねん、スキル、どこ行った、ドロップシュート、これでも確定します。結構多いですよね。はい、ちなみにこのユベントスというのは、僕は紙データ入っているのでユベントスにリネームされてますけれども、本来は PM ブラックホワイトというねチームです。はい、ユベントスを使わない組み合わせ実はあります。星5スキル、エッジターン、エッジターンでしょ、でここをジャンプ、なんとこれで確定します。これがね多分安いんじゃないかなと思います。もしくはここね、スキル、どこ行った、あった、はい、能力パスでもロナウドが確定します。この2つの組み合わせ、結構おすすめだと思います。はい、ということで、以上ロナウドの組み合わせでした。次に行きましょう。はい、それでは次の選手の組み合わせ見ていきたいと思います。リオネル・メッシ、能力値こんな感じ、いいですね、絶対欲しいですよね今シーズンもね、もうかなりスキルもたくさんあります。ということで、見ていきましょう。スカウトの組み合わせはこうだ。在籍クラブバルセロナ、スキルコントロールループ、これで確定します。もしくはここ、国籍アルゼンチン、はい、これでも確定しますね。もしくはここですね、星5のポジションセカンドトップ、これでも確定します。はい、必ずね、バルセロナは必須になってくるんですけれども、どれかでね、獲得を試みてもいいのではないでしょうか。ということで、以上リオネル・メッシのスカウトの組み合わせ、次行きたいと思います。はい、次のスカウトの組み合わせ行きたいと思います。ネイマール、能力値こんな感じですね、ネイマールも非常に能力値が高い、トップ3のねウィーレビッグ3のうちの一人ですからね、はい、かなりいいです。さあスカウトの組み合わせ見ていきたいと思います。ネイマールに関してはこれ一つだけです。パリ・サンジェルマン、ノールクパス、これで確定します。他はね、3つ必要とするんでね、はい、ぜひともねこの組み合わせでネイマールを獲得してみてください。ということで次行きたいと思います。はい、それでは次のスカウトの組み合わせいきたいと思います。ダビド・デヘア、マンチェスター・ユナイテッドはね今チームがごたごたしてますけれどもね、ダビド・デヘアここにありということで、非常に能力値高いです。今作ウイレ2019ではナンバーワンゴールキーパーと言われてますね、言われてるというか総合値が一番高いんですけれども、はい、能力値こんな感じ、低弾のパントキックやはり嬉しいですね。 GK ロングスローを持ってます。はい、それではねダビド・デヘアのスカウトの組み合わせいきたいと思います。
こんな感じ。マンチェスターユナイテッド、そして攻撃的ゴールキーパー、これの2つですね。他はありません。他はね、3つ必要としてくるんでね。はい、スカウト2つで組、スカウト2つの組み合わせで獲得できるのはこの組み合わせ、マンチェスターユナイテッドと、攻撃的ゴールキーパーだけですね。はい、ということで、ダビド・デヘア、ぜひとも獲得してみてください。それでは次行きたいと思います。はい、次の選手の組み合わせいきたいと思います。マヌエル・ノイアー、能力値はこんな感じ。バイエルン・ミュンヘン所属ですね。ただバイエルンはウイレ2019に、ライセンスがないので未所属となっております。ライセンスじゃないですね、搭載されてないんですね。はい、でも相変わらずね、ノイアー能力値高いです。さあ、ノイアーの組み合わせはないんですよね、これ2つは。はい、ね、3つを用します。ドイツポジショニング誘導できとか、まあ、ゴールキーパーロングスローとかで、獲得することができます。まあね、残念ですけれども、ノイアーはスカウト2つでは獲得できないということですね。さあ、次の組み合わせいきたいと思います。はい、次の選手の組み合わせいきたいと思います。カミツキスワレス、能力値こんな感じですね。うん、スキルも結構持ってます。さあ行きましょう。バルセロナラインブレーカー、これで確定します。あとはですね、星5、得意なチームコンセプト、どれだったかな、ロングパス、ロングパス、ビルドアップタイプがロングパス、これで確定します。いいですね、この組み合わせ。ひょっとしたら一番安かったりするのかなという気はしますけどね。はい、もしくはですね、スキルどれだったかな、どこだったかな、あれどれだ、ヒールトリック、どこ行った、全然発見できんわヒールトリック、ヒールトリックあった。はい、これでも確定します。もしくはここね、国籍ウルグアイとかね、いいんじゃないでしょうか。南米国籍ウルグアイ、ウルグアイが見つからん、あった。はい、これでもね、確定します。もしくは能力、どこ行った、あれ、キック力じゃなくて、決定力、決定力ありました。はい、これでも確定しますね。まあ、結構組み合わせ自体あるんでね、ぜひともね、まあ、ルイス・サレス獲得してみてはいかがでしょうか。はい、ということで次の組み合わせいきたいと思います。はい、次の選手の組み合わせいきたいと思います。トニークロス、能力値こんな感じですね。プレースタイルは、2019新しいプレーメーカーですね。はい、能力値すごい高いです。ワールドカップでのね、フリーキックがね、思い出されます。さあ、この選手のスカウトの組み合わせ見ていきましょう。ドーン、レアルマドリー、そしてプレーメーカー、これでね、トニークロスが確定となります。もう一つだけね、組み合わせあります。プレーメーカーじゃなくて、ここ国籍のドイツ、国籍のドイツ、これでも確定しますね。ドイツが見当たらない。はい、ありました。はい、これでもトニークロスが確定しますということで、ぜひとも獲得してみてください。次行きましょう。はい、次の組み合わせいきたいと思います。今年の夏にね、移籍を希望したと言われている、うん、自分でも認めてましたね、エデン・アザールのスカウトの組み合わせいきたいと思います。まずは能力値ですね、こんな感じです。はい、やはりすごいですね、能力値はね、高いです。そしてスキルもたくさん持てます。いいね。はい、ということでこの選手のスカウトの組み合わせ見ていきましょう。チェルシー、国籍ドイツ、じゃあ国籍ベルギー、これでね、確定となります。在籍クラブチェルシー、国籍ベルギーですね。ちなみにね、この在籍クラブ、チェルシーなんですけれども、僕はね、まあ、紙データが入っているので、紙データが入ってない人はロンドン FC で調べてください。ここベルギーじゃなくて、もう一つ組み合わせあります。スキル軸足当て、これでもね、確定となりますのでね、ぜひとも獲得してみてください。次行きましょう。はい、次の組み合わせ行きたいと思います。ロベルト・レバンドフスキー、はい、能力値こんな感じですね。バイエルン・ミュンヘン所属ですが、バイエルン・ミュンヘンはないので未所属となっております。はい、それではね、レバンドフスキーのスカウトの組み合わせ見ていきましょう。ポーランド、PK キッカー、これで確定となります。もしくはですね、ここ、アクロバティックシュート、スキルアクロバティックシュートでも確定となります。これですね。はい、これもしくはもう一つスキル、シャペウあった。はい、これでも確定となりますが、あと一つ組み合わせとして、このポーランドのところを未所属に変えても確定となります。所属リーグかな、はい、未所属。
はい、これでもロベルト・レバンドフスキーが確定となります。はい、ぜひとも獲得してみてください。次の組み合わせいきましょう。はい、それでは次のスカウトの組み合わせいきたいと思います。アントワーヌ・グリーズマンですね。はい、能力値こんな感じですね。グリーズマンもぜひともね手に入れたいところですよね。はい、ロシアワールドカップでのね、まあなんだフランス優勝がね思い起こされますが、それでは、スカウトの組み合わせ見ていきましょう。アトレティコマドリ、そしてコントロールループ、コントロールループの方です。はい、これで確定となります。もしくはこのコントロールループのところをですね、スキル、シャーペウでも確定します。ここの2つ。はい、ぜひともグリズマをその手に。次の組み合わせいきたいと思います。はい、次の組み合わせいきたいと思います。ケビン・デブライネ。能力値こんな感じですね。僕はねこの選手、レンタルでね最初獲得してたんですけれども、かなり使いやすい選手なんでね非常におすすめの選手です。はい、次じゃないですね、スカウトの組み合わせ見ていきましょう。はい、残念、スカウト2つで取れる組み合わせというのがデブライネに関してはありませんでした。はい、まあ一応ね安そうなのだったのがこのリーグイングランド、オフェンシブミッドフィルダー、ライジングシュート、これがもう一番安いかなと思って見てたんですけれどもね。はい、ということでね、まあ、デブライネはスカウト2つでは手に入らないということで、次の組み合わせ見ていきたいと思います。はい、それでは次の組み合わせ見ていきたいと思います。まあ、昨シーズンの、ね、大活躍、まだね脳裏に刻まれていることと思います。モハメド・サラ、今シーズンも絶好調ですね。はい、能力値こんな感じです。まあ、昨シーズンに比べたらもう飛躍的にね能力上がってます。スキルもこんな感じですね。まあ、3つ枠があるんでねあそこに何か覚えさせたいなとは思うんですけれども、このモハメド・サラのスカウトの組み合わせいきたいと思います。はい、こちら在籍クラブリバプル、スキルがコントロールループ、この2つで確定となります。このコントロールループのところね、ポジション RWG、右のウィングでも確定となります。あとはここね、国籍エジプトとかロングパス、こうですね、コンセプトアレンジ、違う得意なコンセプトのビルドアップロングパス、これでもね確定となります。あとですねここエジプト国籍アフリカのエジプトどこや、見当たらないなこれ、エジプトあったあった。はい、これでも確定となります。もしくはですねエジプトと、まあ、コントロールループを合わせてもね、確定となりますね。まあリバプールで行くよりもどちらかというと、まあ、エジプトで行った方が、安いのかなというね、まあ、気はするんですけどね。はい、これでも確定となるし、コントロールループじゃなくてスキルアクロバティックシュート、これなんかでもね確定となります。はい、ぜひともね、サラの方獲得してみてください。はい、ということでね、以上が、まあ、総合値90以上ですね、黒玉で総合値90以上の選手をね、まあ、ご紹介してきました。はい、ということでね、今日はまあこの辺で終わりたいと思います。はい、どうですか、役に立ちましたかね、役立てていただければね、嬉しいです。はい、ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。